もこういう経験を積み重ねて、そうですね、いろいろ貢献します。で、ただ我々はただ呆然と見てるわけには参りませんので、我が国はイージス艦とかの艦船、それから電子偵察機等の飛行機、さまざまなその手段を動員をして情報収集に万全を期しているということがであります。もし違いで対応できてるんですか？なんか私もその8年前の時にちょっと会社に今飛ばしたら、これを迎撃する力はありません。はい、合わせたと思うんです、それで教訓になったことは、イラク政府自身がですね、もうこの地域は現地の治安部隊で治安を維持することができるということになって、治安権限を英語軍から完全に移転をすることに、移譲することになりました。で、そのタイミングを見てですね、我々も自衛隊が今まで生活、社会基盤、インフラ整備のためにやってきた仕事は目的をこの2年半の間に達成したというふうにこう思っておりますので、引き上げさせていただきました。Идер, шофа бачим.